鉄板からずっと加工して仕上げまでというのを一貫してできるというのが特徴になってますので、できるだけ全てを工房の中でやるというのがやっぱり良いもの作りにつながるんじゃないかなと思って、そういうふうにしております。一つは流麗という言葉をうちは使ってるんですけれども、しなやかで美しいというふうなものを目指して作るようにいたしております。ディティールの部分にノイズが入ってしまうとうまく組み上がらないんです。そういうところこそきちっと我々自分らの考えに基づいて細かいところまで手を入れて作るというのが大事なことだと思ってます。